ルアン・ルエ・メラは、フランスの歌手、女優。フランスのコミューニエナンボーモン生まれ。2008年に、フランスのテレビ局ダイレクト8で放送された、音楽オーディション番組、エル・エコール・デ・スターズに参加。その数年後、2013年に放送局 TF1 で放送された音楽オーディション番組、ザ・ボイス・ラ・プラス・ベル・ブアの、セカンドシーズンに出場、人気を得る。 本番組で注目を集めたため、プロ歌手デビュー、それに加え役者デビューも果たすことになる。役者デビュー作となる2014年に、公開のフランス映画、エール、で演技を絶賛され、セザール賞やルュミエール賞を受賞する。2015年3月2日にマーキュリーレコードから、デビュースタジオアルバム、シャンブル12をリリースし、フランス語圏を中心に売れる。フランスのアルバムチャートでは、 1> 第1位を獲得、フランスの全国音楽出版組合よりダイヤモンドディスク認定される。さらに本アルバムからのリードシングル、アベニールはフランスのシングルチャートで第1位を記録している。日本ではアーティスト名はルアンヌとして、シャンブル12は夢見るルアンヌのタイトルでユニバーサルミュージックから2015年10月23日に発売。映画エール。 もう2015年10月31日に公開。ありがとうございます。